ベイスターズの先発は平。1回の表ワンアウト二塁一塁とピンチを迎えて村上、ライトにタイムリーヒットを打たれます。先制点はスワローズ。一方スワローズ先発は山中。1回の裏のベイスターズはワンアウト満塁のチャンス。宮崎がここで押し出しのフォアボールを選んで1対1の同点に追いつきます。3回の表、この回先頭バッターは青木。アウトサイドのボールをレフトスタンドに運びます。第7号のソロホームラン、勝ち越し点を挙げます。さらにスワローズ4回表ワンアウト三塁一塁、山田三塁線突破、2点タイムリーツーベースヒットになります。一塁からピッチャーの山中も走ってきました。4対1。さらにツーアウト二塁で青木がタイムリーヒット、これで5対1となります。さらにツーアウトランナー一塁、村上がタイムリーツーベース。ここまででもう100球を投げてしまった平が交代。4回の裏ワンアウト三塁二塁、代打音坂セカンドゴロの間に1点、6対2とします。さらにベイスターズ7回の裏です。マウンド上には長谷川。ノーアウトランナー1塁でピンチヒッターは外。ピッチャーの足元を抜きます。センターへのヒット。この後ワンアウト満塁となってピンチヒッターは大和。ライトへのこれが犠牲フライになります。6対3とします。8回国吉がマウンド。スワローズはワンアウトランナー二塁一塁で山田、レフトへのタイムリーヒット、これで7対3。その裏です。マウンド上には清水。バッターボックスこの回先頭4番の佐野、レフトスタンドに第9号ソロホームラン、7対4とします。9回スワローズは石山が久しぶりのマウンド。ツーアウトを取って最後のバッターをセンターフライ、7対4。ベイスターズはスワローズに敗れています。